パーソナルトレーナーになるなら JOT スポーツトレーナー学院。まずはこのエクササイズの実施方法を見ていきましょう。ケトルベルを用意していただき、足を肩幅もしくはやや広めに広げましょう。ケトルベルを両手で持ち、背筋を正しましょう。あらかじめ腰を少し後ろへ引いていくことをお勧めします。スクワットのように少ししゃがみ、ケトルベル、そして腕を下へ下ろします。そこからリズムよくスクワットの立ち上がる動作のように足腰を伸ばす、上体を起こす、その反動を利用しケトルベルが胸の高さまで来るように上へ上げる。これを一連の流れで行います。そして背筋をキープしたまま最初の場所へ戻る。これをリズムよく繰り返していきます。様々な要素がありますが、ここでは代表的な2つの効果を見ていきたいと思います。1つ目は全身連動性、コーディネーション能力の向上です。足腰から発生させた力を上半身につなげる、一連の流れで体の力を発揮させる、いわゆるコーディネーション能力、これを常に発揮させるエクササイズとなっています。加えてケトルベルが下に下がる、つまりしゃがんでいくときも全身で重りを受け止める、こういった体が持つ様々な要素、つまり全体が連携していないと成り立たない各要素を刺激できます。もう一つの要素が体幹に対する刺激です。ケトルベルスイングはリズムよく、言うならば少々勢いよく体を動かします。ケトルベルの重りが体を前後へ振り回すような刺激、これが加わるかと思います。体幹がしっかりしていないと背筋が正せなくなったり、重心がぶれたりしてしまいます。しっかり重心を確立させた上で体幹を仕事させる、実用的なコアエクササイズかと思います。ケトルベルスイング、全身を活性化させるエクササイズとしてとても重宝できるものだと思います。しかし様々な関節が動く、重心のコントロールが必要、こういった様々な要素をしっかりコントロールするためには、場合によってはまずケトルベルスイングをする前に基礎エクササイズを経てから行う方がよりいいかと思います。その上でしっかり体の全体的な能力発揮、これを最大限活性化させながらケトルベルスイングをやっていただきたいと思います。この動画が参考になったと思われた方はグッドボタンお願いします。チャンネル登録もお待ちしております。皆さん、筋肉にいい刺激を。ここに通ったことによって今こうしてトレーナーとして活躍できる自分があります。今の自分の人生このままでいいのかなと思っている方、自分のやりたいことにかけて行動してみましょう。まずは無料個別相談へ。